フレグランスジャーナル社は東京都千代田区に本社を置く出版社である。香りに関する書籍、雑誌の出版を主力とする。1973年5月に角田勲によりフレグランスジャーナル社設立。同年7月に高商品科学研究開発専門誌、フレグランスジャーナルを創刊。当初は隔月間であったが1989年より月刊となった。 2000年には、香りの生理的、心理的作用を中心とした学際的情報誌、アロマリサーチを創刊。他に、アロマテラピーや代替療法を扱うアロマトピアを発行している。シリーズ観光物として、香り選書、香り新書、香りデビト健康シリーズなどがあり、高商品科学や生物学、生理学、ヘルスケア、香りと生活との関わりなど、 匂い、香りに関する書籍を出版している。香り、匂いの学術、文化を守り育てる構想育を提唱しており、セミナーなども開催している。同社の事業の特色の一つに、香りの図書館がある。2005年10月にフレグランスジャーナル社と、筑波大学名誉教授の渋谷達明により、千代田区飯田橋に開館。蔵書数は、約1万冊で、 交渉品や行動、ハーブ、植物、環境、心理学などの書籍、雑誌が揃い、中には大正時代に発行された、ぜひ版本もあった。2013年4月に移転した後、2018年2月28日に閉館した、香りの図書館に関するカテゴリー、ありがとうございます。